はい、どうもめいチャンネルです。本日私はですね、こちらね、近鉄奈良駅の方に今しがたね到着しまして、もう3時半なんですけども、本日はですね京都から、奈良の方に移動してきまして、四水ラグジュアリーコレクションホテル奈良さんの方にですね一泊ねお邪魔させていただこうかなと思います。こちらのホテル8月29日に開業しまして、ラグジュアリーコレクションブランドでは国内5軒目、モリトラストさんの水ブランドであればですね3軒目ということでですね、旧ね、県知事公舎を利用して、まあ、ホテルにね、仕上げているといったところでございますので、まあ非常にね、楽しみですね。どんな感じになってるんでしょう。今日はね、まあ、家族で行きますので、レイ君とかもねカクテルタイム一応行くことがね、ハッピーアワーが、一緒に入れるということなので、一緒に入っていきたいなというふうに思います。楽しみです。ということで、ね、早速もうね時間も時間なので、タクシーでね向かっていきたいなというふうに思います。行ってまいります。はい、こちらね、ウェルカムドリンクですね、ヤマト茶というかですね、いただいていきたいと思います。レイ君用にね、パイナップルジュースもね出してもらえそうだったんですけど、レイ君はお断りです。あ、思ったより渋みとかあんまない、飲みやすい感じですね。はい、ということですね、無事にチェックインがね完了いたしました。こちらがねレセプションで、こちらがねレストランというところでございます。でゲストルームの方ね、こちら、はい、向かっていきましょう。レセプションこっち、はい、ここでね一旦道路に、出る形になりますね。はい、ここね車は来ませんけど、自転車だったりとか人鹿がね通ったりしますので、ご注意が必要となります。いやすごいなね、めちゃめちゃすごい。そして、この先のね、右手もうね始まってますけども、17時から、シャンパンデライト、こちらの方でね、行われて今開始したくらいですね。はい、こちらでございます。で客室の方はねこちら、はい、こちらの四水ホテル奈良ということでですね、入っていきましょう。はい、めちゃめちゃね雰囲気がいいですね。でこちらがねスパのね、ルリでございます。はい、でこちらのね右手が、こちらもねゲストルーム鳳凰ですね。はい、鳳凰となっております。いや雰囲気、ね、めちゃめちゃいいですね。こちらが、鳳凰、こちら1階2階とね、ございますという感じですね。そして、こちら花鹿ですね。はい、ルームキーはここにね、かざして入っていただくような、形になります。はい、まあね、一応フィットネスルームなんですよね。もうね入れるんで、先ちょっと見ちゃいましょうかね。多分今人いらっしゃらないと思うんで。はい、こんな感じのね、フィットネスルームと、なっております。はい、まあ最新の機器ですね、やっぱりね素晴らしい。こんな感じのフィットネスルームと、お水なんかもねこちらに冷えたのがね入ってございます。ではお部屋の方にね向かっていきましょうか。はい、エレベーターねこちらにございます。今日はね1階のお部屋となってます。突き当たりになりますので向かっていきたいと思います。はい、廊下もね非常に落ち着きのある感じですね。めっちゃね暗いっていうわけじゃないんですよね。今日ねチェックインの時もそうですけど、お子様連れがねめちゃめちゃ多くて安心感ありました。今日はねこちら1107ゴスとなっております。じゃあね入っていきましょう。はい、お一度ねご案内はいただいたんですけど、入ってすぐ正面にこういったね掛け軸ございますね。はい、このスペースがねまた贅沢なスペースですよね。はい、で本日はねこちらの1107ゴスとなっております。はい、でマスター類のねこちらスイッチがございまして、入って右手ですね、はい、まず姿見のね鏡がこのようにございます。ちょっとでも開いてますけど、でこちらがお手洗い、はい、まあ、こんな感じのね、ウォシュレットというふうになってます。
まあ、自動でね開くタイプではございません。最近あれですね、この TOTO のトイレもそうですけど、なんか丸いフォルムのね、なんか便座便器が増えた印象がありますけど、どうでしょう。はい、でここにねスイッチで買って、でこちらクローゼット、バスローブと靴べら傘、そして袋もうね、裸で出てますけどスリッパなどがございます。すごいねふわふわのラグジュアリーコレクションということで入っております。いやー本当ね、こういうところとかねきめ細かいんですよね、素晴らしい。もうね荷物入ってますけど、こちらがね、クローゼットと、いうことになってます。こちらね、はい、ハンガーがあって、こちらですねランドリーの、袋がねございます。そしてこちらが、はい、セキュリティボックス、セーフティボックスがねございます。そしてこの下が、はい、ルームウェアですね。ルームウェアとこの3枚みたいな、いつ使うんでしょうね。これも館内着、館内着ってことはないと思うんですけどね、ちょっとね、まあお好みで使っていただくことができるという感じでしょうか。セパレートタイプのねものとなっております。はい、いいですね、すごいゆったりしてる感じです。でここからね絨毯があったりして、なんでしょう、緑っていう感じでしょうね。奈良公園とかなんかそんな感じのイメージでしょうか。はい、こんな感じのねお部屋、もう露天風呂がねドーンと出てますね。温泉です。はい、こんな感じのお部屋ですね。ここら辺もねきめ細かいですよね、彫刻なんか和彫りというか、はい、温かい感じのね木が使われております。電話機がねこのようにありまして、でこちらマスター類のねスイッチ類があります。で USB-C と USB-A、 そしてコンセントがね1個ずつという感じで非常に使いやすいんじゃないでしょうかね。でソニー製のワイヤレススピーカー兼時計という感じです。はい、でこちらに常備灯がございます。ちなみにここもねこういう形取ってますね。これは、はい、ここのね窓というかこちらとね同じ形になってますね。ちょっとね正式な名称がごめんなさい分かんないんですけどね。はい、じゃあ反対側の、ベッドの方ですね。こちらティッシュと、お水が2つパックですね。でこちらの方に同じようにマスターと、USB-C、USB-A コンセントがねございます。で、こちら下の方には聖書ですね。はい、こんな感じです。まあなんだろうな、こういう感じのね非常におしゃれな装飾もねございますね。はい、でソファーがあってテレビ、はい、角度つけられる感じのね大きいテレビがございます。めちゃめちゃ大きいですね。はい、でこちらのねブック、世界中のねラグジュアリーコレクションを集められたね本となってます。こちらのね酒水ラグジュアリーコレクションさんは次回ね発行分から、中にね入ってくるということをおっしゃってましたね。でこちらですね、はい、メッセージカードいただいてます。まあ、レイ君の誕生日ということでメッセージカードをねいただいております。でこちらがね蜂蜜といちごのメレンゲの焼き菓子ですね。後ほどいただきたいと思います。ちゃんとロゴがね入ってますね。で今回のウェルカムフルーツは、みかんですね。はい、後でね美味しくいただいていきたいと思います。でこのテーブルもねほらこういう感じで、縁がねこれと同じような感じのね形になってて、かなり芸がね細かい感じですね。はい、ソファーもね非常にいい感じです。そして、こちらミニバーのコーナーですね。はい、エスプレッソマシーンと、タブレットでですね、まあ、こちらのアメニティだったりとか、必要なものインルームダイニングのねオーダーとかもこちらでねしていただくことが可能です。でお水と、湯飲みジャー、めちゃめちゃおしゃれ、急須茶器なんかもねかなり綺麗な感じですね。はい、でこちら下の方には、コーヒーカップとか、はい、電気ケトルとか、まあ、おやつがねございます。ちょっと暗くてね見づらいですね。はい、でこちらの方にはネスプレッソマシーンのね、ポーションだったりとか、はい、
ちょっと電気つけましょうかね。はい、こんな感じでございますね。はい、さっきのね下のところも電気つけてみましょうかね。はい、こんな感じのね、おやつがあるという感じです。スズラムネとかね、奈良名産なんでしょうか。はい、そしてこちらの方には、お茶かな、緑茶とか、マドラーとかワインオープナー、グラス類がございますという感じですね。でリフレッシュメントセンターということで、ノンアルコールがね、ジュース275円、フルーツジュース385円とか、ビールも495円と、比較的リーズナブルなんじゃないかなと思います。ちょっと電話ですね。はい、ではね、仕切り直して、お電話はね、ショールームのご依頼をさせていただいたんですけど、まだね、今、調整をしていただいてるっていう感じですけど、お部屋はね、結構ね、清掃がやっぱりタイトというところと、人がね、なかなかご案内できるっていうのがちょっとなっていうところはおっしゃってたんですけど、まぁ、ちょっとね、調整してご連絡いただけるという感じでございます。ご無理申し上げてすみません。はい。で、こちら右手の方がですね、はい。このようにですね、ソフトドリンク。これがね、先ほどの、メニュー表であったものですね。はい。まぁ、こんな感じでね、入ってございます。はい。では、こちらの水回りの方ですね。こちらね、はい。このような感じでね、扉がございまして、待ち切っていただくことが、できます。で、洗面台ですね。はい。まあ、こんな感じでですね、バイレートのね、石鹸。そして、こちらですね、ボディーソープかな。ボディーローションですね。はい。ちょっとね、こんな感じで、はい。ちょっと、夏というかね、芽吹きそうな感じですね。で、コップだったりとか、ティッシュ。そして、手鏡ですね。めちゃめちゃおしゃれな感じです。はい。かなりね、これも、なんか漆なのかね、こだわったものなんでしょうね。で、鹿のね、絵が描かれたアメニティボックスでございます。歯ブラシとか綿棒、コットン類が、このようにね、入ってございます。はい。で、タオルとかですね。はい、洗面は、こんな感じです。で、足元の方には、タオルと、体重計。こちらね、開きません。パイプスペースという感じですね。で、こちらラグジュアリーコレクションの袋にね、このように入っているドライヤーですね。はい。で、プロナイザー 27D。すごいな。もうこんなとこまで来てるんですね。27D プラスということでございます。ちょっとね、まあ見なくても書いてあるんであれなんですけど、開けてみましょう。はい。で、こちらレプロナイザーの27D っていうんですか、27D プラスでございます。もうどこまで行くんでしょうね。すごい、すごい感じになってますね。はい。で、今度はね、こちら。はい。シャワールームでございます。入っていただいて、バイレードのですね、シャンプー、コンディショナー、ボディーソープと、あとなんだろう、もう一個、フェイスソープがね、ございますね。はい。で、こちらこのように、レインシャワーもございまして、はい。ハンドシャワーね、こんな感じで、何パターンかこれも切り替えができるんでしょうかね。はい。回していただくことができます。先にね、水圧の前に、こちら温泉ですね。露天風呂。はぁ、素晴らしい。すごいね、硫黄臭いとかそういうのはないですね。はい。かなりいい雰囲気の温泉でございます。こんな感じでね、景色を眺めながら、入っていただくと。目線的にはこんな感じなんでしょうかね。はい。いかがでしょうか。そしてね、こんな感じで、セミというか、はい。虫の声もね、聞こえて、かなりいい雰囲気じゃないでしょうか。ここら辺もね、夜は灯籠というか、ライトアップされるような感じなんでしょうかね。はい。こんな感じの温泉でございます。で、ここにね、虫取りのね、網などもございます。はい。こんな感じ、桶とね、椅子などもございます。はい。まあ、水圧はね、いいと思いますけど、念のため流しますか。はい。で、こちら、書いてないな、下がね、シャワー、上に回していただくと、レインシャワーという感じですね。はい。まあ、こんな感じの水圧なので、まあ、申し分はないかなというふうに思います。はい。こんな感じのお部屋となっています。今回ね、ポイント宿泊でボトムのお部屋だったにもかかわらず、露天風呂、温泉露天風呂付きのね、お部屋に、アップグレードアサインいただいております。素晴らしい。ありがとうございます。いかがでしょうか。
じゃあね、今レイ君とかとも合流しましたんで、シャンパンデライトの方にね、これから向かっていきたいと思います。シャンパンデライトはこちらのね、塔でちょっとね移動するような感じですね。面白いですね。はい、あ、お庭とかもねめちゃめちゃ、いい雰囲気、こちらでございます。はい、まあ、こんな感じでね結構雰囲気はねやっぱりいいですね。はい、とりあえず今到着しましたけど、めちゃめちゃね、混んでるような感じでございます。はい、はい、ということですね、こんな感じでですねいただいております。左側がですねノンアルコール、右がねシャンパンで、リンクはねリンゴジュースという感じです。はい、ということですね、こちらシャンパンねいただいていきたいと思います。あ、うまい。じゃあこちらねシャンパンデライトの会場でございます。今ねちょうど最後のお客様が出られたんで、シルバーの感じとか、ね、非常にいい感じですね。はい、日中はあのカフェとかでね、利用していただいてるみたいで、ランチの何でしょう、17時の時にこの赤いねレッドカーペットを引いていただいてるみたいなので、まあ、逆に宿泊者の方しかねお庭で、飲んだり食べたりできませんので、あのガーデンデライトをね、楽しんでいただくのがいいんじゃないでしょうか。はい、こちらがですね、カフェの、ね、メニューでございまして、ゼゼノスパイスとゼゼノゼンはですね事前予約が、ね、必要ということですけど、ゼゼノス寿司につきましては、当日でも、ね、大丈夫ということですね。まあ、ただね、あのお庭でいただくことはできませんので、お庭は、ね、まあ、宿泊者限定と思っていただいたらよろしいのかなと思います。そして、ね、こちらがアフタヌーンティーのメニューで、小さなアフタヌーンティーセットフリーフローにつきましては、事前予約で、ほうじ茶シフォンケーキであったりとか、こちらのですね、和菓子のね、抹茶の、お菓子につきましては、事前予約なくですね、当日でも大丈夫ということでございます。はい、今ですねシャンパンデライトも終えてですね、一通りね夕飯もいただいてお部屋の方に戻ってきました。本当に、ね、最高です。ではね Wi-Fi 接続しましたので速度測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい、速度の方がね出ました。インターネット速度、ダウンロードが 75Mbps、 アップロードが 74Mbps、 Wi-Fi 速度が 76Mbps となってまして、まあすごいね速いっていう感じの反応ではないですけど、まあスピード的に数字的には、ね、問題ないんじゃないかなというふうに思います。ライブも、ね、サクサクいくんじゃないかなというふうに思います。はい、今日ですねこちら8月29日に開業いたしました酒水ラグジュアリーコレクションホテル奈良さんの方に、ね、お邪魔させていただいております。レイ君どう、こちらのホテル大きいお家どう、楽しいよかった。はい、ということで、国内ですねラグジュアリーコレクションブランドでは、5ブランド目、モリトラストさんの水ブランドでは3ブランド目という形になりますけれども、ぶっちゃけた話ね、あの水ブランドの中では唯一ね、あのスイートでないお部屋に泊まってますけれども、一番好きかもしれない。なんだろう、もうね、お部屋に入る前、レセプションのチェックイン自体もすごいね、スムーズでもなかったんです。正直混雑してるわけでもないですけど、30分ぐらいね待ちまして、お部屋の方に、ね、チェックイン手続きしてお部屋の方にご案内されたという感じなんですけど、なんかね居心地いいです。はい、でまだ温泉入ってないので、この後ね、温泉使ったりとかしてもうゆっくりしたいなというふうに思います。で奈良公園もそうですし、奈良駅からもね非常に、あ、こんなに近いんだという距離でしたね。タクシーでも600円700円ぐらいかな。だから歩いても多分11、2分ぐらいで着くぐらいの距離なのかなっていう感じでしたね。あのびっくりしました。レイ君もね初めて奈良公園行って、私はまあお部屋でね、ルームツアーしてる間に奈良公園妻とレイ君が行って、まあ、あの鹿とね戯れてしたみたいですけれども、鹿どうだった、レイ君怖かった？はい、あのまあこんな感じで、なんか奈良にね来るきっかけができて非常に良かったなっていうふうに思います。であとねチェックインの時からそうなんですけど、今日はね
こちらの酒々井ラグジュアリーコレクションさんが、まあ、開業して初めての、ね、週末っていうこともあるんですけれども、お子様連れめっちゃちっちゃいね、乳児だったりとか、レイ君よりちっちゃいぐらいの、ね、お子様連れの、ファミリー層が比較的多いかなっていう印象ありましたので、家族連れの、ね、うちとしては非常に安心な感じでした。でシャンパンデライトにつきましてはですね、まあ、結構ね賑わってましたね。私はもうお部屋一応あの室内でご案内できますよって言われたんですけども、あえてね、お庭の方で、ガーデンデライトという形で過ごさせていただいて、まあ、ちょっとね可愛いんですけども、スタッフの方もね、ガーデンデライトをおすすめされてました。日中ね、あのシャンパンデライトやってる家屋につきましてはランチだったりとかアフタヌーンティーの、ね、提供を宿泊者以外にも提供してるんですけども、わざわざですね縁側のところにね、レッドカーペットを敷いて、対応するのはシャンパンデライトのみという形になりますから、宿泊者しか、お庭でね飲んだりとか、食べたりとかっていうことはできることはないので、まあ、宿泊した際にはね、まあ、ちょっと蚊の状況とかもね、暑さの状況とかもあるでしょうけれども、もしね過ごせるんであればガーデンデライトで過ごしていただくのがいいんじゃないかなっていうふうに個人的にも思いました。はい。で今ねもう19時半ということなんですけど、あとねいい点としましては、まあ、周辺、ホテルのね向かい側にはですねミシュランレストランとかもねあったりするんです。フレンチと和食とかあったりするんですけど、まあ基本的にね、周辺スタバとかありますけどやることあまりないから、露天風呂付きのお部屋に今回アップグレードいただいたっていうこともあります。多分ね4万6千ポイントぐらいかな、で宿泊させていただいてるんで、まあ、優勝でね、このお部屋を取るとなると、今日のレートだと11、2万ぐらいなので、まあ、かなりコスパいいなっていうこともありますから、まあ、ポイント宿泊今ね、取れるうちに、皆さんも多分5万ポイント、6万ポイントいかないぐらいでね、取っていただける日もまだあるので、ぜひね、試していただきたいなっていうふうに思います。なので、まあ、いい点のね、2つ目は今、ごめんなさい、話飛んじゃいましたけれども、周辺に、あまり何もないっていうことで、室内でね、ゆっくり過ごすことができるので非常にいいかなというふうに思いました。ということで、ちょっとね、ゆっくりさせていただいて、まあ今日ね、また YouTube ライブをお届けさせていただきます。そちらのアーカイブにつきましてはね、上の方にリンク出しておきますんで、よかったらですね、そちらの方もご参照いただければなというふうに思います。ゆっくり過ごさせていただいて、明日の朝食ですね。プラチナ以上で朝食ということで、ウェルカムアメニティで無料でね、朝食いただくこともできるので、そちらの方でね、楽しみたいなというふうに思いますので、今日はね、ゆっくりさせていただきたいと思います。ということで、また明日の朝お会いしましょう。おやすみなさい。はい、おはようございます。ぐっすりね、眠ることができました。朝ね、朝風呂で温泉使ってですね、いやー気持ちいいですね。鳥のね、さえずりとか虫のね、鳴き声とか聞こえて、なんかね、自然の中で温泉入ってるという感じでお肌もね、トゥルントゥルンです。もうね、9時回ってますんで、これからね、朝食会場の方に向かって朝食ね、食べていきたいと思います。楽しみです。じゃあね、向かっていきまーす。下田様でいらっしゃいます。はい、そうです。はい、こちらね、朝食の献立、地の膳と、身の膳でございます。はい、今日はね、レイ君のわがままでですね、通常ね、こちら2名席なんですけど、もう1個ね、テーブルをつけていただいて、4名席にしていただきました。はい、こちらね、一の膳でございます。おぼろ豆腐が左上ですかね、右上のやつが何でしょう。全然ね、思い上げられない感じですけど、とにかくね、バランスが良くてめちゃめちゃ美しい、美味しそうですね。はい、そしてね、こちらがね、一の膳でございますね。ご飯と、こちら、大和豚を、ね、利用した豚汁ですね。あと、魚、しんこと、こちらが卵あんかけですね。ご飯にね、かけていただいてもいいし、そのままいただいてもいいというものになっています。はい。これら、セットですね。ご飯とね、豚汁につきましては、おかわりがね、できるといった感じです。私は一回ね、したいなと思います。はい。じゃあね、いただいていきたいと思います。で、今日もね、同じセットいただいてます。なんて？はい、茶がゆはね、こんな感じになってます。これもね、おかわりが可能です。ちょっとね、こちらもいただいていきたいと思います。はい、じゃあね、いただいていきます。まずね、こちらの茶がゆですね。うん、香りは特にない。優しい。ほんのかなんか、ほうじ茶っぽい、お茶っぽい感じの、ね、味はしますね。じゃあね、続いて、豚汁ですね。これも大和豚ね、利用されてます、ね。うん、これうまい。
これはね、おかわりしたいですね。ご飯めっちゃ進みます。魚もめっちゃね、柔らかい。うん、これはパクパクいける。はい、続いてのこちらのね、卵あんかけですね。うん、まあそのまんまで美味しい。すごいな、中華風みたいな感じ。これをね、ご飯にかけても美味しいってことなんで、ご飯にね、かけていただいていきたいと思います。これ絶対美味しい、美味しくないわけがない。うん、うまい。こちらがですね、この先には個室のね、お部屋がございまして、10人、おかけになっていただくね、個室があるという感じですね。はい、今ね、このように分かれてますが、全部ね、くっつけて、まあ、最大ね、10人座っていただくことができる席になります。はい、そしてね、こちらが蔵をね、改装した正宗というね、お寿司屋さんとなっております。いや、めちゃめちゃね、あの雰囲気が良くて隠れ家的なね、感じのお寿司屋さんじゃないでしょうか。かなり雰囲気がいいです。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃね、美味しかったですし、すごくね、いい雰囲気でお食事ね、いただくことができました。もうね、早いもので、今日はね、12時半とは言ってもですね、まあ一応12時ぐらいにはね、チェックアウトしたいなというふうに思ってます。鉄道博物館とかね、行って帰りたいなと思ってます。もうね、11時10分、迎えるところでございます。なのでもう身支度してね、後ろ髪引かれる感じですけど、チェックアウトしていくような感じなんですけど、この後ね、チェックアウトをして、まあ、京都駅の方からね、帰るんですけど、まあ、総じて、こちらのね、はい、ラグジュアリーコレクションさんなんですが、正直なところね、スイブランドの中では一番しっくりくる、なんかね、好きな、ホテルです。もう、お部屋にご案内される前ですね、チェックインの手続きの段階からなんかいいなというふうに思えるホテルでございました。まあ、正直ね、スイランさんとかイラフスイさんとか、まあ、イラフスイさんとかはね、まあ、ちょっとリゾートっていうね、感じなので、まあ、温泉地ではないね、どちらかというとやっぱスイランさんに近い感じなんですけど、変わらないはずなんですけど、なぜかね、こっちの方が好きという直感がしております。で、今であればね、ポイント宿泊でですね、まあ、5万ポイントだったりとかで宿泊していただくことができるので、優勝だと、まあ、結構いいお値段するんでね、まあ、他にも選べるホテルはあるんじゃないかなっていう気はしますけれども、まあ、ポイント宿泊でね、泊まれたりするんであれば非常にお得なので、非常にね、お勧めしたいなというふうに思えるホテルです。で、今回はですね、まあ、天気が良かったんであまり気にならなかったんですが、レセプションのね、塔と、こちらの宿泊塔と、シャンパンデライトの塔とですね、まあ、行動を挟んでですね、時の道をね、挟んでですね、移動しなければいけません。なので、雨が降ってる日だったりとか、真冬のね、雪降ってたりとか、めちゃめちゃ寒い時なんかは、まあ、いちいちね、コートとかを羽織って移動して、まあ、現地着いたらまたね、暖房効いてるから脱いで、っていうことをしなければいけないっていうことを考えると、まあ夏だったりとか天気いい日はまあいいでしょうっていう感じですけど、その雨の日、めちゃくちゃ寒い日とかはちょっと移動がね、煩わしいんじゃないかなっていう気もね、正直します。それはね、ちょっとまだその状態で止まったことがないので、なんとも言えないんですけど、そこがね、非常にデメリットというか気になる、点かなというふうに思います。はい。だから、そういった日にね、宿泊されると、ひょっとすると評価がね、結構分かれたりする可能性があるんじゃないかなっていうふうに思いますので、まあ皆様がね、宿泊されるとき、まあ当然雨の日でもね、雰囲気が違って、まあいい、また雨の日でしか見れない風景とかも見ていただくことできるでしょうけど、まあそういったデメリットもあるんじゃないかなっていうふうに思いますけどもね。はい。まあただね、奈良にこういったホテルができて、奈良にね、足を運ぶ目的ができまして、まあ本当にね、久しぶりに奈良来ましたけど、すごくいいなというふうに思いました。まあ、今日もね、帰り、電車の時間まで多少ありますんで、奈良の駅前のですね、商店街とか通ってお餅食べたりとかね、していきたいなというふうに思います。はい。まあ、総じていい滞在でございました。
かっこ、晴れだったからじゃないかなっていう気はしますけどね。はい、そこだけ気になるところです。はい。いや、よかったです。ということでね、今回の動画につきましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったって方はぜひね、高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただけると嬉しいです。概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして URL 貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではこういったホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報の見逃しがないようにぜひチャンネル登録とベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回以降の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということで、また次回次の動画でお会いしましょう。